男前豆腐店、男前豆腐店株式会社、男前豆腐店は食料品の製造を、販売をしている企業である。本社は京都府南丹市、男前豆腐、風に吹かれて豆腐やジョニーなどの商品を持つ。従来は工場大量生産品として評判が低かった重点豆腐を独自のマーケティング手法で売り出したことが特徴である。 商品開発に携わった代表取締役社長の伊藤慎吾は、茨城県の三和豆ともに在籍時、単価を低く抑えようとする豆腐業界の経営には、未来はないとし、単価は高いが、品質も高い、という方針で商品の開発を開始する。これら商品がヒットを収め、2005年、男前豆腐店株式会社を設立。同年9月、 倒産した大手豆腐メーカーの京都工場を買い取り、京都府南端市へ移転する。個性的な豆腐などを複数発表発売しており、男前豆腐は寄せ豆腐を二重底の容器に入れ、出荷後に徐々に水が切れて硬くなっていくというもの。これを水もしたたるい豆腐とし、水もしたたるいい男とかけ、男前豆腐とした。また大ヒットとなった、風に吹かれて豆腐やジョニーは、 17ブリックスという濃さの豆乳を用いた濃厚な重点豆腐。各商品はパッケージやキャラクターデザインも個性的なもので男らしさ、男臭さをアピールした格好悪いが格好いいという独創的なスタイルをとっている。なお、初期は漢字、文字を表に出したデザインであったが2005年頃からは切り絵作家のアンクルボブを起用し、 イラストを用いた形へと変化している。また、男前グッズの販売も行っている。男前豆腐という名前の商品は、男前豆腐店と、三和豆水あん、旧三和豆とも食品で製造されている。また、風に吹かれて豆腐やジョニーという名前の商品は、三和豆とも食品で製造されていた。これは、男前豆腐店代表取締役社長の伊藤、慎吾が、 ジップが経営していた三和豆友も食品に勤務していた際にこれらの商品を開発したことによるジョニーとは伊藤慎吾の愛称であり今までにない豆腐を作る思いからこの商品名となったその後伊藤は2005年に男前豆腐店株式会社を設立し独立したが両社は協力関係にありしばらくの間は関東地方向けは三和豆友も食品 関西地方向けは、男前豆腐店で製造された同名の製品が発売れていた。しかし、2006年5月15日に、三和豆友食品が豆腐製造大手で、東京証券取引所マザーズ上場の篠尾崎屋と、業務提携の基本合意に至ったことにより、三和豆友食品の経営陣の大幅な変更が行われ、そのために、 三和豆友食品と男前豆腐店の関係が解消し、男前豆腐店側が三和豆友食品製造のジョニーとの混同を防ぐために京都ジョニーの商標に変更した。2006年9月22日に篠崎屋は三和豆友食品との業務提携基本合意を解消することを発表したが、三和豆友食品と男前豆腐店の関係がすでになくなっていたため、 その後も、しばらくの間、男前豆腐店側は、京都ジョニーブランドのままであった。その後、三和豆とも食品側は、商品名を、波乗り、ジョニーの商標に変更し、男前豆腐店側が11月より、風に吹かれて豆腐や、ジョニーの名所を復活させた。また、男前豆腐店は、関東地方向け商品の製造を目的として、 2006年10月より山梨県北都市に清里工場を稼働させたため11月1日からは清里工場製の製品が関東地方の市場に出回ることになりそれ以降関東地方では風に吹かれて豆腐やジョニーと波乗りジョニーの2つの商標の商品が出回っている男前豆腐は男前豆腐店と 三和豆とも食品の両社で製造を販売されているが、両社は商品パッケージの書体が異なる。三和豆とも食品で販売している男前豆腐は毛筆の書体で男と書かれていが、男前豆腐店では男前豆腐の販売に際して切り絵風の書体に変更した。製造工場は京都府南端市にある本社工場、清里工場のほかに、 新たに、茨城県桜川市に、茨城工場を、青森県奥平瀬町に、青森工場を稼働させている。そのため、関東地方、東北地方にも男前豆腐店が製造する豆腐が、さらに広く流通している。なお、男前豆腐店の会社としての独立前は、男前豆腐店とは、三和豆友も食品のブランドであった。現在でも、三和豆水あんは、 男前豆腐の発売は継続しているものの、男前豆腐店の名称は使用していない。男前豆腐、男前豆腐店、風に吹かれて豆腐や、ジョニーの商標は、男前豆腐店社長個人で、登録済み。三和豆友も食品が、プロボクサーの亀田幸樹のスポンサーについたが、男前豆腐店側は、男前豆腐店は一切関係ないという内容の、 コメントを2007年3月23日頃より、公式ホームページ上に発表していい。また、同年12月下旬頃、落とし前豆腐店なるブランドを立ち上げた、製造元は、男前豆腐店株式会社。オレッジ、新着情報、2007年1月31日、などによれば、同社の見解は、以下の通り。同社の見解は、 以下の通り、2006年7月6日、京都府警南丹署は、同社工場長及び従業員を、産業廃棄物処理法違反で、書類送検し、後に、その部簡易裁判所より、罰金100万円、及び従業員に対して、罰金50万円の略式命令額だった。従業員は製造の際に不要となった大豆柄 125kg を、工場敷地内で、 工場的に焼却していた。これを受けて同社は公式ウェブサイトにて謝罪した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。